というわけで移動してきました。新宿です。ここです。ハロハロ。ここがね、すごい美味しいお店なんです。ゲストが待ってますんで、早速行ってみたいと思います。さあ、こちらです。ロイヤルフラッシュでブルゾンチエビと一緒にやってる涼太さんです。早速このお店で一杯、一杯飲みましょうか。さあさあ、ここは新宿歌舞伎町。仲間も増えて、今夜もまだまだ先は長そうですよ。インスタ映えですよ。これが順番待ちです。違う。イソップさん的に。あ、うん、今宵もとってもユニークでございます。イソップさんはそんなことは言いませんよ。おや、これは風天の虎次郎スタイルですね。歌舞伎町を練り歩いております。さあ、ここはプロレスラーが集まる居酒屋ということで有名な。あら、空いてませんでしたか。ちょっと会えたからよかった。レスラー知ってる知ってる知ってるレスラーがいて、原さんちょっとご機嫌。さあさあ、次のお店はどんなところでしょう。いただきます。あだす。箸休めできない世界です。ダンサーが集まってお酒を飲むとどんな会話をしているのでしょう。少し耳を澄まして聞いてみると、最近のお三方の流行りはどうやらインスタグラムのようです。本日のインスタ映え的には点数をつけるなら何点でしょうか。4点満点。100点満点でお願いします。まあでも自分の可能性を信じて2だよね。100点満点中2点。だってまだまだいけるし、だって2日だよ。2日でこの昨日は1点、今日は2点。そう、じゃあアナさんにとっては毎日が成長、毎日がスペシャル、マイスペっていう形でよろしいでしょうか。ちょっと待って、いい加減にして。毎日がスペシャル、毎日がスペシャル。アナさんにとってインスタとお酒の関係を教えてください。一つしかないでしょ。インスタ映え。さあ、箸休めが終わりました。結構でも盛り上がりましたね、箸休めの割には。じゃあ早速予約してた涼太さんおすすめのお店に早速行ってみたいと思います。どこに。インスタ映えしか考えてないよ俺は。時刻は12時は超えてます。見てください、アラさん相変わらずチンピラ感出てますね。ここ歌舞伎町ですよ。歌舞伎町でこう歩いてるアラさんを見ると新宿スワンを思い出しますね。いい日ですね。看板、やっぱり看板触ってますね。来ました、涼太さんおすすめのインスタ映えのお店、新宿歌舞伎町コラボさん。日本にいながら韓国を代表する伝統の焼肉を楽しめるコラボ新宿店。ここで食べられる新メニュー、チーズタッカルビが絶品だそうです。うわ、見てほしい、これは。あら、お上手。うわー、見てください、これ。これもチーズ入ってるんですか。チーズ、はい、あ、最後に、うわー、うま。結構辛いですか。辛うま、辛うま、うーん。素晴らしい。これがチーズダッカルビ。絶対うまいもん、これ。うん、うまっ。いただきます。うん、うまっ。何これ、コクがすごい。たくさん辛すぎるとちょっと怒るから。でもこれはチーズでマイルドになってるから辛い。本当ダメだこれ相当辛い。めっちゃ辛い。そう、相当辛い。食うことって本当に
やっぱ人間生きてて癒されるんだなって思いますよね。美味しいもの食べると最高ですよ。そう、食っていかないと生きていかないからね、ま、この前ね、うん、タクシーに乗った時にね、もう78とか、はい、それぐらいのタクシーの運転手さんに会った時に、はい、そのね、人が人間はね、食うために生きてんだ、一生懸命働いて、一生懸命頑張って、美味しいもの食べる、それが人生だって言われた時に、もっと頑張んなきゃダメだなと思って、で今ね、自分が美味しいもの食べるために頑張ってる、もう人間は食うためだって、だから一生懸命仕事頑張りなさいって、ちょっと泣きそうになった。やっぱそっから最近食べてるってことですか。食べまくってます。これもいっちゃいます。いただきます。辛いのに、まあ、辛いの関係ないですよね、感動したから。うまっ、うん、食べれることの感謝ですよね、うん、これ感謝しかない。相当美味しかったようですね。満場一致の評価でございます。チーズタッカルビ、さすがりょうたさんのおすすめのお店。いや、満足してもらいました。まだまだめちゃくちゃ美味しかったです。いや、もうアラさんもこの最後の最後まで。ちなみに何番番なんですか。俺的にこのチーズのまろやかさ、口に残る辛さ、バン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 、ファイブバン、ファイブバン、誰いただきました。すげえ、ファイブバン。おやおや、1円だけですか。それじゃ相席屋に入れませんね、どうもさ。あれ、ワインが残っていますね、アラさん。全然寄せてないもんね。香水振りまいてますよ、大吉さん。どこに行くんですかね。今現在深夜の1時半。この4人はどこに行くんですかね。50円持ったりします。あ、俺50円で。ロボスさん、50円早く出してください。50円領収書金額のみで。はい、領収書を取るってことは、りょうたさん、あなた何やってる人なんですか。ロボさん、早く先で。特殊詐欺ね。食べました。素晴らしい。チーズタッカルビ、このね、辛さが癖になる、非常に美味しかったです。ありがとうございました。ねえ、グッドブラルダ、西船橋から始まってここ新宿で終わりになりましたけれども、夜はまだまだこれからということで、映像には収まらない歌舞伎町の夜を楽しみたいと思います。では皆さん、さよなら。西船橋から新宿歌舞伎町までを練り歩いたグッドブラリ旅、おいしいものを探しにあなたも出かけてみませんか。ただし食べ過ぎには十分ご注意を。この度大輝さんの体はムクムクと太り、お次はダイエット企画となりそうです。腹へこましたらダメよ。へこました、へこましたです。いや、ちょっとふーってやって、ふーって。ほら、冴えない。顔が冴えないね。永遠の5年生になってるよ。うちのこの可愛い可愛い僕が小学生の時から使っている体重計に乗ってもらいます。さあ、スキッパラに飲んだから酔いが回ったっていうじゃん、はい、あれは吸収率が高まってる時に飲んだから、それを細胞が取り入れたってこと。分解されてエネルギーとして使われるのがちょっと怖いな。やっぱ病気にもなりやすいし、代謝も悪いし、デトックスもしにくい。あ、その飲んだやつじゃなくて。そう、だからロケット鉛筆方式。こいつがね、こいつが体の外に出るのは4週間後ってこと。したら体の中の無数の細胞がこれ全部やったらどうなるかって、むくむよね。レンタカーと一緒で、空にした分はあのガソリン入れて戻してくださいね。そのダボダボ漏れたやつが体脂肪になるから。やばい、ウルトラマンピンチだぞっていう時にピコンピコンピコンって鳴ってる状態で知らん顔して寝たら、へーっつって。結果にコミットする、イソップ。